はい、こんにちは、カズボーです。今日は3人コラボ、初のボスですね。まあ、ボスを倒すと言っておいて全然倒してなくてね、自分でちょこちょこやってたんですけど金魚すくいとか、あれ止まった。あ、金魚すくいとかできるんで、まあ、金魚集めたりいろいろやってね、こんな大きなお家、みんなのお家がまだ2階建てなのでね、さてどこまで大きくなるんでしょうか。まあね、こっそりやってて結構いろんなアイテム集めたんですよ。尖った骨の剣とかね、プラチナンツルハシとかね、ブーメランとかあるので、まあ、これで倒したいと思います。まあ、近所じゃない、金魚貢献します。あ、そうです。なんか今回はあの旅人さん、ジブシーロープっていうのを持ってますね。魔法ダメージとクリティカル率が 6% 増加。旅人さんです。旅人さんはね、おもろけます。お、トップ。お、ジプシーロープ、マナのクリティカルが、本当だ、日本酒、日本酒買えるし、ね、これ何なんですか、日本酒って。何でしょう、飲めると思いますけど。はい、今はね、あの目玉、クトゥルフの目玉を倒しますので、まあ、これで倒したいと思います。よいしょ。なんで、なんで急にクトゥルフ止め、ちょっと誰か助けてください。誰か、どこです、どこですか。こっちです、左です、ちょっと待ってください。なんで目玉来た。アイテム使ってない、アイテム使ってないのに出てきた、ちょっと待ってください。あー、すごい、すごい、いたバトルスタートですよ、わかんないけど。あー、怖い、ちょっと待って、装備してない。造形の矢すごい、なんかめちゃピカピカしますね。え、なんでいた、死ぬ。え、なんでですかね。クトゥルフの目、あ、なんか、なんとか愛みたいなこと出てた、それのせいかな。クトゥルフの目玉倒したんですよね、自分。あ、倒したんですか。いや、でも、俺、このワールドで倒してないというか、全く倒してないので、多分違うと思うんですよ。やばい、死んじゃう。これ死んじゃう。ちょ。暗い、ちょっと待って、急にバトルスタート。なんで収録回してなかったし。あ、いい。いきなり収録回してないところから始まったので、ちょっとやばかったです。そっち側大丈夫ですか。入ってみて。ひ。ああ、カラクさん。よいしょ。ちょっと、強い。やばいですね。まともに戦ったらまずいですね。暗い。ダメだ。しもべが来たんで、しもべやります。しもべは俺がやります。やばい。急にバトル開始しちゃった。いった。死ぬ。誰か。よし。戻った。やべ。暗い。よいしょ。山登った先です。危ない。ほい、つらい。いけ、届かない。しもべは任せてください。やっと体力半分みたいですよ。やばいですね、なかなか強いっていうか、俺てっきりアイテム使ってやろうと思ってたのに。もう一匹いきます。とりあえずもう一匹は、じゃあ後でで、ね、なんだこのイレギュラー、尋常じゃないな。よ燃焼ダメージを食らい、あ、第二形態来ました。痛い、グワーをつた。戦うときはテラリアの BGM にしようと思ってたのに。おかえり。パックマンみたいになってます。今牙生えたパックマン。怖い。危ない。120の HP 上食らい。よいしょ。あお、弓はバンバン撃っていきましょう。うわー、怖い。痛い、20も食らう。痛いよ。痛い。誰か。痛い。あー、花田さん。行って、クソ、負けるわけには。動画撮ってるのに、行くわけにはいかん。回復したい。おー、大丈夫ですか？向こう行っちゃった。めっちゃ向こう行ってる。おぉ、一発で死んじゃう俺。はい。お、倒しました。おぉ、倒した。すごい。アイテム買え、取っとこう。埋まってるし。あ、なんだろう。クリムタン鉱石をゲットしました。おぉ、倒した。いやぁ。なんで出てきた。なんか、いや、さっきなんか、なんとかフォールンなんとかみたいな感じで出てたんで、なんだろうなこれってなってたんですよ。英語読めないのが悪いんですけど。結果出てきましたね、クトゥルフの目玉。なんだこれ。まさかあのボス
っていうか、ボスと戦いますって言って出てくるってどんだけタイミングであいつ。すごいね。やばいですね。3000だって体力。3000なんだ体力。急いで収録回しましたし。一旦家戻りますね。はーい。はい。まあ1匹倒しましたね。倒しましたね。いきなり現れて。あと、花さん、はい、後で帰還のポーション渡します。はーい。俺らの魔法の鏡持ってるので帰れるんですよ。あ、そうなんだ。はい。クリムタン鉱石ゲットです。ただ、これに、あれが必要なんだよね。奇妙な肉片。ん？じゃあ、第2戦行きましょうか。そうですね。はーい。なんか、急に出てくるっていう、思わぬ第1戦があったんですが。おー、びっくりした。今上から何か置いてきたの。花瀬さん。あ、花瀬さん、帰還のポーション渡します。はい。はい。はい、ありがとうございます。先ほどの場所。やばいですね。本当、これからクトゥルフの目玉と戦いますって言ってるように出てくるって、本当どんな神経してるんですかね、あいつ。ちょっと出るの早いかな、みたいな。はい。あれ倒したら勲章もらえるんですか？多分、あ、俺なんか出ましたよ。勲章。ですか？ああ。勲章食ってんなんだ。いやーやばい。タイミングがいいのか悪いのか。とりあえず空気読んでました。いきなり出ましたか？びっくりしましたね。全くです。うん、俺急にやってたからもう全然収録回しなくて急いで収録回しましたもん。じゃあ、やりますか。やりましょう。じゃあ、クトゥルフの目玉を使います。周りのゴミ片付けます。はーい。わーん。来た。おー、やべー。BGM をあれにするの忘れてたー。待って BGM はどうやって変えるの？あ、よっしゃ、 BGM 変わりました。じゃあクトゥルフの目玉第2戦です。はーい。もう第2戦、もうすでに死にかけてんだけどな。大丈夫ですか？使う機会のない投げナイフを投げまくってやろう。そこ俺ら登れない。投げナイフ使えてんのかな。そうそう、あ、夢なくなっちゃった。わあ、俺今投げナイフを全力で投げてます。じゃあブーメランでいきます。照明銃で、照明銃を撃つと確実に燃えるんですよ。お、痛い、やばい。じゃあファイティングでいこう。よし、頑張るぞ。痛いよ、助けて。投げナイフめっちゃ落ちてる。手裏剣とかでもいい。よいしょ。暗い照明銃。燃えろ。ててやばいや。あー、放てさ。あ、待って。あ、もしかして朝これ。あ、逃げられた。やべえ、時間見てなかった。朝になってしまいました。あー。一匹倒しましたね。そうですね。1体目の時点で結構ギリギリだったっぽい。やってもうた。やってもうた。まあまあでもね、1体は殺したので一生戻ろう、とりあえず。バイマーっと。ああ、よかなさい。案外強いですね、はい、案外強いですね。なかなか、あと弓矢がなかなか足りなくなっちゃう。これ相当やったんですよ、実は一人で。はい。で、余裕かなとか思ってたらまあ余裕っちゃ余裕か、うん、どうだろう。ちなみに俺らは体力と守備力が足りないので結構死にかけてました。過去話さは死んでます。死んでます。ということで今回の、報酬クリムタン鉱石、クリムタインごとこんな感じです。こういうことを投げる。はい。あ、クリムタン19個だって。はい、結構できましたね。はい、ちなみにもうすでに何か作れるのかな。あ、すでに何かちょっと作れますね。金繊維の弓、ブラッドラストクラフスター、血の肉切り包丁。すごいですよ。近接ダメージ22と22の斧と、肉の釣り竿ってなんだろう。22、今自分のが18なんでちょっと強い感じかな。アータリーっていうなんかヨーヨーがありますね。なるほど。なんか1個作れますね。そしたらじゃあ第2戦はどうしましょう。掘ってから行きます。
ホットカーでいきますか。じゃあそうしましょう。じゃあちょっと今回はここで終わりにしちゃいますか。そうですね。はい、はい、1体倒せたんで。エンチャントナイトクローラーってこれ何？いきなりの目玉を倒しました。はい、いきなりの目玉倒してもう1体はあれでしたね。時間見てから行けばよかった。そうですね。ちょっと倒したかもしれない。時間とかあるんですねこれね。はい、一応朝の6時になるまでだったかな。あ、だった気がします。なるほど。朝の夜の7時からつか PM7 時から、AM6 時までが夜の判定だったはずです。でもね、今回はちょっと1体に逃してしまいましたが、2体殺せたので、あ、1体だわ、間違えた。倒せたのでまあまあ OK でしょう。OK でしょう。マコガニ入れときます。はい、ありがとうございます。では、今回はここで終わりにしたいと思います。裸ってなんだ。裸の3人で送るテラリア実況、今回はここでお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ご視聴もよろしくお願いします。バイバーイ。バイバーイ。